オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour! Comment ça va? C'est 大輔。こんにちは、お元気ですか？大輔です。いきなりですが、先週目の手術を受けてきました。実は片方の目だけが白内障になってしまい、短期間でかなり進行してしまったので手術を受けてきました。痛くないと聞いていましたが、僕は手術後にすぐ麻酔が切れてしまってめっちゃくちゃ痛かったです。でももう大丈夫です。短期間でかなり進行したからちょっと無理やりこじつけになりますが、僕はフランス語がほぼゼロの状態から吐沸して比較的短期間、だいたい1年くらいでフランス語の会話がある程度問題なくできるようになったのですが、どうやって比較的短期間で会話ができるようになって発音が上手くなったかを今日はお話ししたいと思います。ポイントは3つ。まず1つ目、とにかく一日中フランス語を口にする、フランス語で話す場を設ける。フランスに行けばフランス語が話せるようになると思われがちですが、意外とそんなにフランス語を話す機会はありません。仕事や学校で毎日フランス語を使っている場合は別ですが、そうではない場合は自分から進んでフランス語で話す機会を設けない限り、一言もフランス語を話さない日があるということもザラです。ですから僕は一日最低10人とフランス語で会話をするという課題を自分に課しました。クリアできなければその分は翌日に持ち越しです。長い会話は必要なく、とにかく Bonjour や Il fait beau, n'est-ce pas? のような簡単な挨拶でもいいので、知らない人にでも自分から話しかけるようにしました。家にいるときは自分の行動を全部フランス語で言ったり一人会話をしたりして、極力フランス語を口にするという習慣をつけました。例えば、Alors, je vais me doucher. さあ、シャワー浴びよう。や、Je vais chercher mon pain. パン買いに行こう。Quel temps fait-il? Il fait beau. 天気どう？いい天気だよ。こんな感じです。旗から見たら、ちょっと変な人ですが、フランス語を口にするというのが目的なのでお構いなしです。これなら周りにフランス人がいなくてフランス語を話す機会がないという人でも今からでもできますよね。間違ってもいいので、とにかく思いついたことをフランス語でぜひ言ってみてください。ポイント2つ目。フランス人の言っていることをそのまま真似する、完全コピーする。表情や仕草、イントネーションなど全部真似してほぼ同じように言えるまで練習しました。僕はフランス映画が好きなので映画のセリフを真似したり、あとは電車のアナウンスを真似したりしました。 Attention à la marche en descendant du train。日本語では、降車時には足元にお気をつけください。
など聞こえてくるほぼ全てのアナウンスを真似することが好きでした。毎日耳にする言葉を口に出して練習することで、フランス語のリズム、イントネーション、息の使い方などが自然と身につきます。携帯電話の留守電のアナウンスも自分で吹き込みました。フランスでは留守電のアナウンスを自分の名前の部分だけ録音できたり、また全部自分で録音することができます。僕は、Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Daisuke. Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Merci. 日本語にすると、はい、大輔の留守番電話です。ただいま電話に出ることができません。発信音の後にメッセージを残してください。と録音しました。フランス語の文章は友人に作成してもらい、その後50回くらい練習して、録音も20回くらいやり直しました。何でもいいので、自分のこれを言ってみたいと思うフレーズを気が済むまで練習してみてください。ポイントは、自分が真似したい、言ってみたいと思うことです。ポイントその3。発音の基礎を徹底的に口に覚えさせる。僕は留学1年目、フランス歌曲をほとんど歌わせてもらえませんでした。レッスンに行ってもひたすら歌詞を読んで発音を直される、その繰り返しです。当時フランス人の真似をしてボソボソボソっとそれっぽく話しても全然通じないことの方が多くて、いや、フランス人もこうやって話してるやんとよく思っていました。先生に発音を矯正してもらうと、普段話しているのとは全然違うように、例えば Bonheur、 Chanson、 Volupté と口をめちゃくちゃ大げさに動かして教えてくれるんです。いや、フランス人ってそんな風に普段話してる？と思いながらも、すごく発音には厳しい先生だったので、一生懸命真似をして、本当にこれが役に立つのか不安になりながらも、ひたすら続けていました。すると、いつの間にか口が自然とその形、筋肉の使い方、息の使い方を覚えて、話すときにいちいち発音に気をつけなくてもスムーズに発音ができるようになりました。フランス人の子供が一生懸命口を動かして喋っているのと同じ感じですね。さあ、会話と発音に絞って話しましたが、もちろん文法が必要ないということではありませんから、同時進行で文法も勉強した方がいいのは言うまでもありません。今回お話しした僕やアンサンブルスタッフの学習方法などについては、アンサンブルが配信している情報サイトフランス365の記事にも書いていますので、興味がある人はぜひ読んでみてください。アルファベットで FRANCE フランス365は数字で検索してみてください。また、私はこういう方法で学習したよというおすすめの学習法などがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は10月末よりレッスンを開始されたカズミ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど僕は手術を受けてきましたと言いましたが、
今日は何々してもらうという表現をシェアしたいと思います。この何々してもらうは日常生活で非常によく使います。例えば髪型を変えた時や美容院に行った後に、あれ？髪切った？うん、昨日切ってもらったよと話題になりますよね。でもこれフランス語で言えますか？切るはクペを使いましょう。さあ、髪の毛を切ってもらう、フランス語では一体どう言えばいいでしょうか？正解は、Je me fais couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. 直訳すると、私は私を髪の毛を切らせるとなります。これ全体で私は髪の毛を切ってもらうです。私という意味の je、 私を私にという意味の再起代名詞 me、 する作るという意味の動詞 faire、 切るという意味の動詞 couper、髪の毛という意味の les cheveux でできています。なんだかややこしい言い方ですよね。さあ、では少し詳しく文法を確認していきましょう。もしこれを je coupe les cheveux とそのまま言ってしまうと、私は誰かの髪の毛を切る、私が切るという意味になってしまうので、この場合は使えません。ここで登場するのが詞液の表現 faire 足す動詞の不定詞で何々させるです。 Je fais couper les cheveux。 しかしこのままだと私は髪の毛を切らせる、誰かの髪の毛を切らせるように仕向けるような意味になってしまいますので、まだ不完全です。この時、Je fais couper mes cheveux。私の髪の毛を切らせると言ってしまいたくなりますが、このような言い方はしませんので注意しましょう。さあ、そこで、その切らせるという行為の対象を自分自身にするために faire に再起代名詞の se をくっつけて se faire という代名動詞の形にします。 se faire 足す動詞の不定詞で自分自身に対してその行為をさせるという形にします。主語が je、私ですから、再起代名詞も私を私にという形の me に変えて je me fais という形にします。再起代名詞、言葉が難しいですが、その行為が再び本人のところに返ってくるとイメージすると覚えやすいですね。さあ、これで文章全体を作ってみると、Je me fais couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. と冒頭で紹介した文章になります。ちょっと難しいですよね。とにかく短くズバッと言うと、se faire 足す動詞不定詞で何々してもらうという用法ですので、
まるっと覚えておきましょう。ドレスを作ってもらう。Je me fais faire une robe. Je me fais faire une robe. Je me fais faire une robe. パーマをかけてもらう。Je me fais friser les cheveux. Je me fais friser les cheveux. Je me fais friser les cheveux. こんな風に使います。さあ、せっかくなので複合過去の言い方、髪の毛を切ってもらった。近接未来の言い方、髪の毛を切ってもらうつもりです。の言い方も覚えておきましょう。まず複合過去の髪の毛を切ってもらったは Je me suis fait couper les cheveux. Je me suis fait couper les cheveux. Je me suis fait couper les cheveux. 近接未来の髪の毛を切ってもらうつもりですは Je vais me faire couper les cheveux. Je vais me faire couper les cheveux. Je vais me faire couper les cheveux. 複合過去と近接未来でなんか語順が違いますよね。気になる方はアンサンブルの先生にぜひ聞いてみてくださいね。また宣伝。僕は先日目の手術をしてもらったので Je me suis fait opérer l'œil droit. Je me suis fait opérer l'œil droit. Je me suis fait opérer l'œil droit.この何々してもらうは日常生活でかなり使いますので、ぜひ覚えて使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は10月末よりレッスンを開始されましたかずみ先生をご紹介します。日本語とフランス語をどちらも母語として話されるかずみ先生は、柔らかな物腰で落ち着いた雰囲気の素敵な先生です。日本語とフランス語に加え英語も話されるマルチリンガルなかずみ先生、生徒様が必要な場合は英語でのレッスン提供も可能です。日本とフランス両方の文化をベースに持っていらっしゃいますので、日本人が伝えたいと思う文化や思いなどをフランス語で表現することのお手伝いができます。また日本人が間違いやすいポイントなども的確に指導することができます。実際にレッスンを受講された生徒様からは、緊張することなく安心してレッスンを受けられた、
気兼ねなく受講できたので、フランス語に自信がついた、との感想をいただいております。スポーツと読書が大好き。そんな文武両道の和美先生のレッスンをぜひご受講ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。